ウィンストン・ S ・チャーチルはアメリカ海軍のミサイル駆逐艦。R.A. バーク級ミサイル駆逐艦の31番艦。艦名はイギリスの首相ウィンストン・チャーチルにちなむ。本艦以降の R.A. バーク級駆逐艦は5インチ62、後継マーク、45砲、もっと4を搭載している。この砲は以前の5インチ54、後継マーク、45砲。 もっと3に比べ方針長が延長され、推進材の効率的な燃焼により、射程が拡大した。砲塔の外見は平面を組み合わせた形に変更されている。ウィンストン・ S ・チャーチルの建造契約は1995年1月6日にメイン州バスのバス鉄工所に発注された。1998年5月7日に寄港し、1999年4月17日に、 ジャネット・コエン夫人とレディ・ソームズによって命名、浸水した。2000年10月13日に海軍に引き渡され、2001年3月10日に収益した。ウィンストン・ S ・チャーチルは、アメリカ合衆国国民以外の名が命名された唯一の現役アメリカ軍官邸であり、イギリス人にちなんで命名された官としては4隻目である。他の3隻は、アルフレッド、ローリー、エフィンガムである。 チャーチルは歴史上に名かい会内合衆国名誉市民権の生前贈呈を受けたものの一人であるが名誉市民権はあくまで名誉称号であり法制上のアメリカ市民権を持っていたわけではないウィンストン・ S ・チャーチルはイギリス海軍士官が配属された唯一のアメリカ軍官邸であるイギリス海軍の HMS マールボローにはアメリカ海軍の士官が配属されていた ウィースタンドバイユーの旗を形容するリュッチェンス。2001年9月14日、アメリカ同時多発テロ事件から3日後の2001年9月14日、ウィンストン・エス・チャーチルは、正常期を半期で掲げ、ウィースタンドバイユーと書かれた幕を掲示しながら、並走するドイツ海軍のミサイル駆逐艦リュッチェンスから、当原例をもって、表敬を受けた。2005年8月22日、ウィンストン・ S ・チャーチルは、 フロリダ州ジャクソンビルの沖合でマクファールと衝突した。両艦とも小規模な被害を受けたが負傷者はいなかった。両艦とも自力でノーフォーク海軍補給地の母校へ帰還した。2006年1月22日にチャーチルはインド洋において海賊船を打破した。母校はバージニア州ノーフォーク。ありがとうございます。